ありがとうございます。本日は2022年の8月の22日だったかな。ここは JR 東日本の寺尾駅に来ております。なんでね、寺尾駅っていう中途半端なところに降りてるのかっていうと、この近くにネットカフェがあるんですね。ですから結構都合がいいですから、寺尾駅で下車することにしました、昨日はね。で、今日はですね、これからこの寺尾駅からまた上越線を通って、まずは柏崎かな、柏崎まで行って、柏崎から次は信越本線に乗って、越後川口の辺まで行くのかな。越後川口から次は飯山線に乗って、飯山から上越新幹線じゃなくて北陸新幹線か、北陸新幹線に乗って、本日の目的地は上越妙高となっております。で、ちょっとね、あまりにもルートが複雑すぎて申し訳ないんですけど、簡単に言えば寺尾駅から上越妙高まで向かう、そんだけですね。単純なことですよ。ちょっとね、もう16回ぐらい投稿してるから、もう今回の動画で多分16回目の動画になると思うんですけど、あまりにも伸びないんで、ちょっとね、どうしようかな、鉄道に特化しようかなって思ってます。というのも、観光は行くんだけれども、観光はですね、動画にはあまり含まず、どちらかというと鉄道ばかりを動画にしていくっていった、感じにした方がいいのかなとか、いろいろ模索を続けてるんですけど、なかなか答えが出せてないのが現状でございます。宮内の駅に到着いたしました。後ろに見えておりますのがこちらが駅舎ですね。次はですね、44分発の41分発か、上越線に乗って次は越後川口まで向かいます。あとね、40分ぐらいあるんでね、じゃあこのうちに朝ごはんでも食べに行こうかなと思っております。まだね、朝ごはん食べてないんでね、すぐ行かないとな。こちらが宮内駅の構内っていうか、線路なんですけど、ちょっとね、草が生えすぎじゃないですかね、これ。なんじゃこりゃ、こんな生えるもんなんですかね。それとも整備してないだけなのか。でもね、ここ普通に、多分使ってますよね。すごい草だな、本当に。向こうを見ても草だらけ。いや、すごいな、本当、こんな生えるもんなんですね。次に乗車する列車は上越線の越後川口行きだったかな。そこだ、じゃない気がする。越後湯沢だったかな。越後川口に到着いたしました。次はですね、飯山線に乗って、十日町だっけ、十日町の駅まで向かいます。ワンマンカーです。ワンマンカーの十日町の駅に到着いたしました。この駅で1時間ぐらいの多分待ち合わせだと思うんですけど、いや、ちょっと長いですね。いっか。駅前なんかも見ましても、なんか観光地というのかな、そういった感じでいい雰囲気がしております。で、これからですね、あと列車は今からどこに行くんだっけ。そっか、亀山か、亀山、飯山か、すいません、飯山まで向かうんですけど、次の列車が1時間30分ぐらい来ないんですね。で、別にね、十日町の駅でなんかぼーっとしとってもいいんですが、でもね、それじゃちょっと面白くないということで、後ろをご覧ください。向こうにですね、なんか高架線が見えておりますが、あちらはね、上越新幹線とか新幹線じゃないんですね。あれはですね、北北線という私鉄列車なんですね。すいません、私鉄列車じゃなくて私鉄会社ですね。JR じゃなくて北北急行、北越急行か、北越急行、北北線が向こうに走っております。ですからね、あれに乗ってちょっと秘境駅なんかも連れてみようかなと思っております。列車の音してますよ。多分ね、トンネルがそんだけ長いんでしょうね。やってきました。ここは三佐島駅でございます。ここはですね、 JR じゃなくて北越急行、北北線の中で最も秘境駅だと言われている駅が多分ね、この駅なんじゃないでしょうか。ちょっとね、寒すぎるのと怖すぎるな、これは。見た感じもトンネルですよね。トンネルの中に駅があるんですよ。これはすごいわ、本当に。ちょっとね、降りた瞬間にちょっと寒すぎて、寒って言ってしまったんですけど、ほんまにね、寒いんですよ。やばい、めっちゃ寒い。でね、風が多分こっちからこっちに行ってるんですね。列車が行った方向に風が流れております。多分ね、これは気圧の関係とかなんでしょうね。列車が向こうに行ってるから。ここが三佐島駅です。次の列車はですね、30分後に来ます。
いや、ちょっとな、これはね、いや、怖いわ。え、やば。なんだっぽ。いや、もう暗闇じゃないですか。もう一歩先はね、うわ、耳が痛い。あー、今列車がトンネルを抜けたのかな。気圧が耳にきます。やばい、本当に寒い。これ10度ぐらいありますよ。マジで寒い。もうやばい、もうすぐ、ね、中に入らないといけないけど、これはなんだ。ここになんかね、でっかいドアがあるんですけど、これでどうやって開けるんだ。あ、これか、はい、こっち。ああ、開きました。で、なんでね、こんな厳重に二重扉にしているのかって言いますと、昔はですね、この北越急行北北線っていうのは、狂気最速の 160km 運転っていうのを実施しておりまして、それが確か特急ハクタカだったかな。そういった列車がですね、ここを超高速で走ってたんですよ。あ、ですが、もう現在では北陸新幹線が開通してしまって、もうそういった列車は全部なくなってしまったんですけど、あ、でもですね、このような施設っていうのは全部まだ健在っていうわけです。なるほど。ここにもね、もう一個扉があるんですよ。開いた、開きましたね。ここと、もう一つ、二重扉になってるんですね。武蔵島駅の、一応トンネルの中にありますんで、上まで行くことができます。地上ですね。まあ、そこまでちょっと行ってみようかな。後ろに見えておりますのは、こちらが武蔵島駅の駅舎でございます。でも、確かに、まあ、立派っちゃ立派だけど、ちょっと、表がね、またすごいんですよ。なんだこれは。なんかね、もう絵に描いたような田舎ですよね。いや、これはこれで、ね、すごいですよ、本当に。いや本当にすごいな。なんだここ。いや、本当にね、いや、すごいよ。核シェルターじゃん、もうね。あんな道の駅みたいなところにあって、その地下にね、こんな感じの施設があるとか。いや、すごいな、本当にすごいよ。荷物なんか上の方に置いてきたんで、ゆっくり解説することができるのかなと思います。で、こちらのホーム扉の方は列車が来るまで開かないようになっております。で、確か、ハクタカが通過するときは、ホームにもしいたならば、すぐにホームから立ち去って、この中に入ってくださいっていう放送がね、流れたような気がするんですけど、どうだったでしょうか。で、別にね、係員の人とか全くいないんで、もしね、ホームの方にいたらどうなるのかっていうと、列車が通過した際に緊急停止するらしいんですね。ですから、ちょっとね、それはね、もうやばいですよね、本当に。いや、本当にね、もう隠し出たじゃないですか、これ。やば。いや、すごいな、本当に。なんだこれ。で、ここが待合室で、ここが待合室なんですけど、後ろはどうなってるのかっていうと、まあ、ここはね、残念ながらなんか変なサーバー室になっております。で、ですから、何もないな。まあ、あとはね、そういった、まあ、掲示物とかがあるんですけど、まあ、そんぐらいかな。いや、でもね、面白いですよ。で、まだ列車はやってこないんで、上でね、ちょっとゆっくりでもしておきましょうか。いや、上はね、ほんと上は上で、ほんと絵に描いたような田舎だからな。いや、ほんとすごいな。いや、ぜひここを訪れてみるべきだと思いますよ。いや、面白い、本当に。で、三沢島駅の駅舎もなんか駅舎に見えないんですよね。なんか、まあ、どちらかというと観光案内所とか、あとは、まあ、道の駅といった感じなんですけど、あ、でもね、ここは三沢島駅なんですよね。でも、旗から見たらね、ここは駅なのかって思いますよね。だって、ホームがないんだからさ。三沢島駅にはね、こんなに立派な待合室なんかもあるんですね。いや、すごいな。うん、いや、すごい。待合室のシャッターは勝手に6時で閉まるようですね。ですから、まあ、24時間いることはできません。駅の音がある。ちなみに、もちろん深いところにあるんで、まあ、電波はね、もちろん通じません。圏外になっております。で、次の列車はまだあと12分ぐらいあるんでね、まあ、ゆっくりぼーっとしておきましょうか。列車はあと4分で来ますが、来てるようだけど、風が流れてきたら多分トンネル入ったんだな、列車は。お、そうそう、風が入ってきてますよ。でね、この北北線にはですね、他に超快速っていう面白い列車があるんですよ。これにもね、今度乗ってみたいなと思ってます。乗ってみたいんだけど、機会がありますかね。にしても汚れがすごいな、本当に。なんだこれ。いや、すごい汚れてんな。まあ、多分、もう何十年も使ってるぐらい、まあ、言うて15年ぐらいだと思うんですけど、まあ、そのぐらい使ってたらこんぐらいは汚れるんですね。いや、すごい汚れてるな、本当に。汚ねえ。もう10リットルで電車が来らんだと、電車が来るまでホームのドアが当たり合うんだって。電車が着くと。